皆さんこんにちは。上野貴子の俳句 TV、 今日の俳句をお届けいたします。この今日の俳句では、俳句日記2001年の今日8月6日の日をこの俳句でご紹介したいと思います。それではこの頭の上に出ております俳句、こちらを読み上げていきたいと思います。うなぎ屋の煙に誘われ路地の裏。はい、今日はこういった句になっております。まあ、まずね、5、7、5のリズムをチェックしてみましょう。まず上五、うなぎ屋のということで5文字で区切れております。それでは中七はと、煙に誘われということで7文字。では下五はと言いますと、路地の裏ということで5文字。俳句5、7、5、17文字、17音にはきっちりと収まっている、リズムの整っている句になっていると思います。ではこの中の季語はと言いますと、まあ、皆さんね、ご存知のようにうなぎ、これですよね。やっぱりうなぎといえば夏、まあ土用のうなぎが一番有名なんですけれども、夏というね、まあ大きな括りの季語にもなってます。土用の日だけしかうなぎ食べないっていうわけじゃないので、その頃食べると一番ね、夏の疲れが取れていいよっていうことなわけですから、まあ、あの8月になってこの日に この年はうなぎを食べたんですね、私はね。で、まあちょっとね、いろいろ三軒茶屋あたりにも割とね、古風なうなぎ屋さんもたくさんあるし、またスーパーなんかでも今は手軽に買えますよね。でもやっぱり実際にこう火で炙って炭火で焼いている、そういう路地裏にある昔からあるね、お店の直接そこで焼いてる、炭火で焼いている、そういったやっぱりうなぎが一番美味しいって、タレもなんか秘伝のタレかなんかねあるみたいな感じの古風な、そういうこううなぎ屋さん、まあ、この辺にもまああるんですよね。まあ、そういうところでなんかこううなぎをね、焼いてる風な匂いが、煙とともにほんわかこうね、なんていうんですか、こう路地のこう店がぎっちりね固まってある商店街の片隅で、どっかからかうなぎを焼いてるような匂いがしてきて、あ、やっぱ夏だからね、うなぎ食べたいよなっていうことで、ちょっと路地裏の古いうなぎ屋さんを覗いてみましたという、そういうようなまあ句ですね。夏もあともう少しなんだけど、暦の上ではね、でもまだまだこれから長いから、なんかうなぎでも食べたくなりましたっていう、そういうような句になっていると思います。まあそんな感じでしてね、俳句はね、すごくね、いろんな日々の暮らしのヒントになりますのでね、あとね、風物詩なんかにもね、すごくね、ヒントになるし、あとこう、なんていうのかな、見つける、忘れているものをこう思い出すっていうか、見つけ出すっていうか、もうね、忘れてるっていう段階じゃないですよね、もう見つけ出すっていうような段階で、最近の風物詩、古くからあっても、今の普通の暮らしでは本当もう忘れきっているものを再発見っていうね、くらいの感覚でいろいろな季語とね出会うと、うっそ知らなかったっていうような感じで、もう忘れてたねみたいな、そんな程度のレベルじゃなくてね、あ、びっくり、そうだったんだっていうことはたくさんあるんですね。まあ、そういうことを再発見するにもとても面白い、分野ね、俳句はだと思います。和文化のね、文化のいろいろな日本独特のものを新しく発見できる、そんなところがたくさんあるので、下のリンクなどからもいろいろ探してみてください。本当分かりやすいね、例えとしては季語の、例えばうなぎ屋とね、こういう句なんかでもすごくね、分かりやすい例えじゃないかなと思います。それでは今日はこの辺で、それではまた、さよなら。